チャブイは、モンゴル帝国の大藩、聖祖、クビライの皇后。漢字表記は、察しかならず、終士のペルシア語表記では、チャブー、イーカッテン、または、チャーブーンカッテンとして現れる。オクリナは、昭英純正皇后。コンギラト部族の出身で、父のアルチノヤンは、チンギスカンの第一夫人、ボルテの弟である。ボルテの孫にあたるクビライと結婚し、 溶接したドルジと、後に、クビライ政権で活躍する、チンキム、マンガラ、ノムガンの4個を生んだ。チャブイは、チンギスカンカの因族として、モンゴル帝国の中でも特に有力な部族の出であり、実家のコンギラト部族をはじめとする五島家と呼ばれる、部族集団は、兄である皇帝門家によって、中国の計略を委ねられたクビライを支えて、活躍した。特にドー姉が嫁いだ。 ジャライルブのムカリノコ、ボールのサンナンバートルは、クビライの復讐となり、1259年の、モンケシ後のクビライのカーンイラッシュに功があった。またチャブイ自身、その宮廷に、アフマドラ有能な商人を個人的な要人に集めて、離職を行い、財産を蓄えて勢力があった。1271年に、クビライが樹立したもとでは、次男のチンキムが、エンオ王。 三男のマンガラが、安政王、四男のノムガンが、北平王に封ぜられ、それぞれが中国北部、中国西部、モンゴル高原を分担して統治した。中央政府ではチンキムが、行政機関である中書省と、軍政機関の枢密院を統括し、さらにバートル夫妻の子で、チャブイの甥いにあたるアントンが中書省の長官となった。加えて、クビライによって新設された。 財務部局の長官として、チャブイの用人であるアフマドが抜擢され、元の政権中枢部に、チャブイの演者によって占められるようになった。このような状況を指して、大元王朝とは、チャブイを、扇のようとする、コンギラド政権であったと評価する、歴史家もいる。やがて、中央政府で実権を握るチンキムの権勢が高まり、1273年に皇太子の称号を与えられるが、 同時に、チャブイには、皇后の印字が与えられた。この頃、帝国の財務部門を握り、中諸省の勢力をアントンと二分するアフマドの権勢も高まり、その党派が、チンキム・アントンの元に集まったモンゴル貴族、官人官僚と反目を深めていくが、両者の接点として、チャブイがあったために、対立は、決定的なものにはならなかった。1281年に、チャブイが死ぬと、 たちまちチンキム派とアフマド派の反目は激化し、翌年にはアフマドの暗殺に至る。1294年2月18日にクビライが没死、同年6月3日にショ神トクジング文部皇帝と送りなされ、病号を清掃とすると、チャブイも昭英純正皇后と追試を受けた。チャブイの築いた莫大な財産は、同じコンギラト部族出身のチンキムの 婦人子個人が相続した。ありがとうございます。